今日は境川来ました。ええ、今日はどっちだ、ここはなんだっけ、瀬谷区か、瀬谷区側から江ノ島の、これ江ノ島の方行くんだよ。まっすぐ行くと江ノ島の方まで、で途中で飯田牧場寄ってソフトクリーム食べてピストンでまたこっちで帰ってくると。先行っちゃいましたけど、では行きますか。じゃあ出発。今日はちょっと風強いけど、え、ウィリー、あ、やってみな。ああ覚えてない。休憩です。まだちょっとお昼には早いもんな、食べるのな、始まったばっかだからな、まだ。魚待ってる。これ以外に魚いるかな。ふぃー、泳いみたいな。うん、いっちゃん汗出てる。いっちゃん待って、出しきお風呂でお風呂でお前ダメだよ、火力しなきゃ。腹減ったね、腹減ったね、フォーム減ったよ。ご飯タイムです。イエーイ。今何キロ、10キロ、10キロぐらい、11キロぐらい走ったのかな。まだ全然先ですけどね。ダメだよ。お目当ては飯田牧場のソフトクリームでしょ。うん、もうちょっとだ、あと何キロぐらいあるんだろう。海苔、今海苔で油が海苔が張り付いたんですよ。2個目、おせえな、相変わらず。めったずーずーかるずー、ありがとう、ありがとう。なえ、くれるために言ったんじゃないの今。あ、うれしも、あっち乗るだけじゃ言うわ、もっとよこしなさい。ジェスジェスじゃないよ、あれだけよこせって。そんなでかい口さばいて。じゃあ、はい、ご飯も食べたし、行くよ。出発、飯田ちゃん目指して出発。
ましょう。はい、あとこれ戻さないよ。ふるさつだったね今ね。ふるさつ、多分そろそろ道どっかでずれるんだよな。よし、またここのクリアランスが足んねえな。パパはグランブランしてないけど、ほら帰ってきな。すごい嫌に正しいのね。嫌なやつだね。前気をつけろ、来てるよ。前気をつけろ。いや、桜咲いてんね。言えた。ピストンで帰ります。ちょっと一回中入ってさ、ちょっと自転車パパも一緒に入って撮るから、お前ちょっと自転車が使あのスタートかけてパワーの持っててくんね。さきりよし、さあとはさあとはひざに。いっちゃん、いっちゃん待ち、選べるぞ。え？あ、捨てるよ。まあほぼほぼこっちの道にロードは来ないね。やっぱり日本走路の方が楽しいね。オフロードが楽しいね。坂道だ。車見て。お、まだ強い。ワンちゃんだ、シバ。ほらさ、また言われたね。言われたね、また。すごいタイヤだねーって。
よ。